間労働やパワハラなどのいじめが横行する環境を作り出していると指摘します。この人は11月に自宅で亡くなるんですけども、で夜遅くまで毎日残業していたということが、6月の30日から8月の6日まで何？ご飯？さっき食べたじゃん。うん。